お疲れちゃんです。ラットです。さっきで今回もクラッシュローやっていくんですけど、今日はね、こちらのミラーデッキを使っていこうかなと思います。というわけで、まあ、もうすぐ展開ってわけで、もうちょっとです。あと150ぐらい。なんで、まあ、展開目指して、今日はミラーを使っていきます。で、今までプリンセスとロケ砲だったのを、今日マジアチャ型でやってみようかなと思います。なんか、こう、今まではウッド枯渇とか、こう、ヤナアメ枯渇系の、こう、ミラーデッキだったんですけど、まあ、今日はね、まあ、言ったらファイボ枯渇のミラーデッキ、マジアチャがファイボで処理されても、もう一回マジアチャが出てきて、そっちが生きるよ、みたいな。で、相手が、こう、ファイボとかね、マジアチャを処理するスプレーなかったら、もうマジアチャミラーで、もう、ボコボコのボコですよね、っていうのを、やっていければ、いいなと、思います。あの、マジアチャホバとかもね、こう試したんですよね。マジアチャホバを無料、無限に、こう作って相手を困らせるみたいなのもやったんですけど、まあなんかホバなくてもいいかなっていう。ホバあったらあったでね、意外と良かったんですけど、まあなくても回るんで、まあなしでもいいかなって言ったところで、とりあえずやっていきます。で、このデッキは結構削りがないので、もうマジアチャトルネをめっちゃしますね。攻めマジアチャトルネをめちゃくちゃします。よいしょ。なんで2回言ったって感じなんですけど謎に2回言っていくスタイル。さあ、インドラミニペッカー、ヤナアメですね。今のところは、相手マジックアーチャーすごいきつそうなね、イメージがありますね。ふー、ペッカーですね。ペッカーだったらポイズンとか非常にありそうですけどね。ペッカインドラミニペ、バルーンとかも可能性ありますが、マジックアーチャーミラー非常にしたいですね。まあ、ポイズ打たれたらドンマイっていう感じでちょっとやっていきましょうか。あ、これもね、タルババと、このダブルマジアチャーでね、ちょっと射抜いていきたいですね。このマジアチャーの強みをね、しっかり活かしていく。そして、スケで延命。いきまーす。こんな感じで、まあ、スケコウモリがね、まあ、ザップ枯渇みたいなところありますね、意外と。で、あ、ミリペ当ててくるよね。わかってるんですけど、どうにもできない。で、次からね、あのミニペッカに読みディガーを当てるだけで、多分ね、マジアチャ2体いけるんですよね。こう、マジアチャ2体が、橋歩いていったところに、ディガーをポトンと落とすだけで、相手のミニペッカを、そう、処理できるんですよね。あー、これ非常に厄介ですね。タルババで、オッケー、え、コジババの突進入んないんだ。これ多分ね、タルタルクロス以外にすることないんで、自分でもびっくりですね、今のは。さあ、あとは、マジアチャだけでね、射抜いていくゲームをこれからやっていきます。なんで、まあ、マジアチャ大量生産したいですね。さからの、まあ、逆サイに振りつつ、コウモリが先行しちゃってるのはあんまりよろしくないが、さっさっさっさ、生きるよね。生きてもらわないと困る。で、ウィザードもちょっと厄介なので、逆サイにもう一回行ってもらって、エレキもいるんですよね。さあ、これウィザードで、角度調整で射抜きたいですね。で、あっち行ってるところをスケでクッション。いや、このね、スケクッションすごい大事ですね。で、これはマジアチャ側に来てもらって、オッケー。マジアチャ側に来てもらうことによって、このマジアチャが全部掃除してくれますね。さあ、そろそろね、皆さん、マジアチャミラー見たいよ。ってことだと思いますので、お待ちください。行きます。あー、おいしょおいしょおいしょ。もうこれ延命して、なんか来るんですよね。ミニピッカとか来んのかな？ウィサーとかなんか来るんで、もうつけちゃって、攻め取るねゲーミングですね。あー、おいしょおいしょ、もう、いい、この辺も全部勝てます。全部勝てます。全部勝って、こう、マジアチャつけて、皆さん行きます。もう、これ、以外どうでもいいですね。あー、待って、お前、2発？ちょっと待って、いい。さっさと、これができれば僕はもう今日は満足。で、あとはタルババミラーで守って、いや、タルババミラー強い。コジョババの突進絶対止まりますね、これ。さあ、そして、あとはマジアチャで射抜いていく。いい感じですね。このインドを気をつけたいですね。マジアチャ出して、からの、ペッカ高めとかか。あー、一旦そういう系ですね。これ一回ディガ飛ばしちゃいましょうね。で、マジアチャがここまで来れば、もう、攻めトルネ圏内ですね。攻めトルネ圏内。あー、待って、なんかトルネが下手。さては負け筋？さては負け筋みたいなのがありますね。もうこれいっぱいタルババ転がしつつ、ん？ちょっと待って、やばい。待って。危ない。タルババ。あ、いらないですね。危ねえ。ちょっと負けそうになるっていうのが地ありますね。さ、最後マジアチャでオシャレに決めたいんですけど、そんな感じのことをしようとすると負けるので、一回丁寧に守ります。一回ただ丁寧にこのマジアチャの貫きとタルババで、いい感じに守ります。いや、守れるんですよね、でもこれが。
回転が早いのと、よいしょ。いやー、いい。危ねー。来ました、勝ちました。最後はやっぱおしゃれに決めたいと思います。よいしょ。攻めとるね、ゲーミング。いや、最強ですね。この戦術、止める方法は多分ないっすね。ぶっちゃけ、端前マジアちゃんにユニット出しても、ベビドラとかなんか出しても、トルネで吸われて、射抜かれるコースに持っていかれると、マジでね、マジで対応できないと思いますね。ちょっと遅れて、エレキとか。エレキで、なんかちょっと吸われるけど、角度に入ってないみたいな感じとかぐらいしかないと思うんですよね。もうファイブウッズとか。まあ、施設置くとかですね、ぶっちゃけ。まともにやって、この攻めとるね、マジアちゃんにね、勝てるユニットは存在しません。ユニットは存在しないですね、ぶっちゃけ。さっ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 、吸いつつ、もう自然とカウンターができていますね。これ、あー、ディガちょっと遅いな。まあ、ですが、アイスイズを殴ってくれれば、この、ぼちぼちなババが、お、ぼちぼちなババが活躍しそうだけど、まあまあ、マジャチしね。あー、今マジャチが、アイスイズ一回殴らなかったら、アイスイズミリ残りで残ってたんで、それに有能つけてね、有能突進でダメージを稼いでいくっていうね、方法もあるかなと思います。ディガーで削る、ユーノの突進とかユーノで削る、まあ、マジアチャで削るですね。まあ、大半はユーノとマジアチャになる、なってくると思うんですけども。稼げるときに稼いとかないと、このデッキはね、ダメージがなかなか通んないんでね。まあ、本気を出せば最後マジアチャのトルネとか、まあ、マジアチャからのトルネとかでね、すげえ大ダメージを稼げると、まあ、思いますが、できるだけやっぱ序盤稼ぎたいですよね。あのボムタワー厄介ですね、ちょっと。うん。アイスイーズ咲いたので、逆サイにコウモリとこれで攻めたら、普通に考えたらトルネ防衛ですね。はい、そうですね。相手、なんか、なんでしょうね。普通の遅延ロイジャー、ボムタワーアイスイーズロイジャー。今のところは、ベビドラとかが何も出てないんですよね。うわ、いい受けするね。普通にいい受けしますね。やばい。まあ、こっからですね。相手、スペルが、アイスイーズ、あ、わかった。皆さん、この人クイックです。僕の記憶が正しければクイックです。なので、このマジアチャラ今、キング傷をしつつ、あんまロイジャイに対して意味ないですけどね。ぶっちゃけ。だから僕のデッキを分かってるのか分かりませんが、もうボムタワーで芋ってきますね。削りたい。すけ。いや、クイックロイっすね、マジで。間違いないっすね。これもう、トルネタルで処理しつつ、まあ、スケも使ってね、このロイジャイの一発鬼痛いんでね、僕にとっては。おい、完封。からのアイスイズを処理してしまえば、相手はしんどい説がありますよね。まあ、僕も非常にしんどいですね、このボムタワー。このボムタワーをどうにか突破したい。で、相手、マジで、このマジックアーチは絶対きつい。これからの、まあ、タルからのスケで、いや、このロイジャー、うわー、いいアイスイズ出してくりますね。よいしょ。あとマジアチ入る。で受けがないんですよね。陸受けが相手は。このマジアチャゲーで、ああ、美味しい美味しい。なんかマジアチャで射抜かせてくれてますね、これ。で、トルネも使ったので、コウモリも追加して、アイスイズが多分どっかに出てくる。いや、困ってる。オッケー、いい。めっちゃいるよ、これ。だって、マジアチャ無限、ああ、からの、これもう、射抜いてくださいっていう位置にいるんですけど、ここでグッドゲームって言うと、ユニット1体出してくれるんですよ。出せ。なんでマジアチャ警戒しないんねん。普通するんですよ、マジで。本当に。今のグッドゲームによって、あ、やべえ、これマジアチャ射抜かれるって相手は思うんで、普通ね、こう、もう一枚ユニットボムタワーとか引き出させてっていう作戦なんですけども、ただの僕の煽りになってしまうと、言ったところですね。さあ、マジアチャさてはいいんですかね。たまたま今ファイブを引いてないっていうのもありますが、プリンセスとかだと、ヤナメで、処理されてしまいがちですが、このデッキだと相手のヤナミが若干腐るっていうのもありますし、まあでもファイバー逆に生き生きしちゃうんですけど、さあマジアチャで射抜いていきまーす。さあ、これは、透過交換と呼べるか、俺の方がダメージ稼げるんじゃないでしょうか。ディガも使っていきましょう。マスケ、ババスケですね。覚えていきましょうか。ババとスケルトン、あとマスケットか、ちょっと厄介な中身をしています。もう一個なんか、ガゴムレ系もすごいありそうですけどね。マスケババとかだと。で、ババとスケ咲いてるんで、普通に考えたら陸系が結構ないと思うんですよね。
ですが一回待ってこれに対して何を使ってくるのか。あーこれワンチャン攻めとるんですね。が迫撃防衛、あーなんか出てきてる。コウモリか。はい、まあそうですね。こうマジアちゃんに対してね、この防衛迫撃はよくされますね。比較的一発、うわーいい抜き、天才ですね。でこのタレでプレッシャー与えてスケーか。一回ディガーコウモリでコスト咲かしつつ、さあこれをどう、うわーいやうまいですね。いや今の回困難位となると、いや俺のマジアちゃん、あーいて、まあ、ですがこれ多分マジアちゃんが勝ちますね。一発で、あ一発で、一発で勝ってくれない。あでもなんか3連続たまたま神相性みたいなの引いちゃってますよね。これトレネで避けてコウモリついで処理、美味しい。でこれまあコウモリ出しちゃいますか。出しちゃって早めに溶かしてサンコスディガーはまあいらないですね。受けかスケからのマスケに飛べ、飛ばない。まあまあまあ、であのマスケはスケだけでいいかな。スケだけで守って、さあ無限マジアちゃんやっちゃいましょうか。相手スペルなさそうなので、まあ、これを見せたいだけなんですけどね。僕がこう今日マジアチミラーしてるのはマジでこれを見せたいがためだけにこれやってるんですけども、あーやべ、さてやばい、さてやばい、え待って、俺のマジアチミラー一瞬にして処理される説がある。棒迫撃がのクエイク、迫撃クエイク、迫撃クエイクなんて使ってる人いるんですね。さあこれここにして、これ絶対なんか来るんで、よいしょ。さあもうおしゃれトレーニングやっちゃいますよ。なんかそんな大したトレーニングもなってない、そしてダメージ受ける、なんかピンチみたいになっちゃってますけど、あれシャシャったサタはサタはシャシャっちゃいましたかね。相手コウモリ絶対苦しいので、コウモリコウモリして、あ待って やっちゃったこれやっちゃったね。さてはこれ勝ち試合でしたね絶対。うわー持ってねー、ちょっとこれがあれですかね、生きった罰みたいなところありそうですねこれもったいねーなー、絶対勝ち試合ですね。マジアチャトルネしようとしすぎてまああんな感じになっちゃいましたが、意外とまあ工場パパも止まったし、ロイジャーも止まったし、最後もね神相性ですね。てかなんかロイジャークエイクが謎に流行ってるのはまあよくわかんないんですけど、まあプリンセスロケット推しミラー飽きたなーって方は、よければマジアチャ型もね使ってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。最後の削りが一気に削れることもあるし、ハマるとねめちゃくちゃ強いんで、マジアチャ取るでは、はいぜひお試しください。ではご視聴あざました、お疲れ様でした、バイバイ。